実は耳の内耳には聴覚に関係する渦巻き感だけではなくて平衡覚、まあ平衡感覚とも言うけど、平衡覚に関係する前庭や反帰感があります。前庭っていうのは、まあ具体的には体の傾きの情報なんかをキャッチしてます。で、反帰感っていうのは体の回転の情報をキャッチしてます。じゃあちょっとね、それぞれ詳しく見てみると、まず前庭、ね、前庭にはこんな構造があります。有毛細胞っていう細胞があって、まあね、毛があるって書くぐらいだから、ね、感覚毛っていう毛を持ってます。有毛細胞。で、この感覚毛はね、ちょっとゼラチンみたいな物質で覆われてます。まあ覚えなくていいや。これ有毛細胞の周りの細胞が作るんだけど覚えなくていい。で、さらにその上には、重い耳石っていうものが乗ってます。で、体が傾くと、有毛細胞の感覚毛がぐにゃっと折れまくる。で、これが刺激になって、きっかけになって、今体が傾いてますよって情報が脳に送られるんです。これが有毛細胞のモデル。体が傾くと、この有毛細胞の感覚毛がぐにゃーっと曲がるんですね。で、これがきっかけになって、あ、今体傾いてるぞって情報が、ね、送られるんだね。有毛細胞。で、反帰感っていうのは、これ3つあります。ね。なんで3つあるのかっていうと、3種類の方向の回転の情報をキャッチするために3つあります。3種類の方向の回転っていうのは、まず、こういう回転。ターンだね。こういう回転。こういう回転。で、2つ目の方向の回転は、こういう回転。側転だね。で、三つ目の方向は、こういう回転。前転だね。まあ、こんな風に三種類の方向の回転の情報をキャッチするために、この三つ、反帰感があります。で、これが反帰感のモデルだけど、中にはリンパ液が入ってて、みんなの体が回転し始めると、リンパ液が流れます。で、リンパ液が流れると、ここに、あら、さっきも出てきた、有毛細胞っていう細胞がいて、リンパ液が流れると、有毛細胞の感覚毛が、やっぱり、ぐにゃーっと曲がって、あ、今体回転してますよって情報が、脳に伝えられていくんだね。まあ、ここまでが基本的な流れかな。みんながぐる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 って回って、で、ピタッと回転が止まっても、なんか目が回ったような感覚がね、生じるのは、ピタッと止まっても、反帰感のリンパ液の流れが止まんないから、まあ、目が回ったような、感覚が生じるんだね。ここまでが基本的な、ポイントです。前庭は体の傾きの情報をキャッチしてる。反帰感は体の回転の情報をキャッチしてる。OK かな？じゃあ、ここから先はちょっと発展だから、まあ、難関大受ける人は知っといてもいいかなぐらいね、ちょっと発展。この反帰感の有毛細胞の感覚毛が動く向きなんだけど、回転開始時と回転中と、あと回転が止まった時で、この感覚毛のね、ちょっとね、動きがちょっと違うんだ。まず、回転開始時。じゃあ、こっち方向に体が回転を開始したとすると、それとは逆向きに感覚毛が倒れるんだ。イメージとしては、止まってるバスが急にこっちに発進した。そしたら、みんなの体は、こうやって、後ろによろめくと思うの。こっちにバスが急発進したら、みんなの体は、後ろによろめく。同じようなイメージで、こっちに体が回転し始めたら、感覚毛は、逆向きに倒れる。で、回転中は、実はね、毛は倒れないの。回転してるうちは、毛は倒れない。回転中は。イメージとしては、同じ速度で、走ってるバスの中では全然よろめかないのと同じ。そんなイメージ。で、回転が止まったら、こっち方向に回転してたのに、急に回転が止まったら、回転中は毛は倒れてないよ。で、ピタッと回転が止まったらどうなるかっていうと、毛はこっちに倒れるの。こっちに回転してたのに、
回転がピタッと止まったら毛はねこっちに倒れる。はじめと逆向きに倒れる。はじめはこっち倒れたけど、はじめはこっちに倒れたけど、回転を急に止めたらはじめと逆向きに毛が倒れる。イメージとしてはこっちに進んでたバスが急停止したら、こっちに進んでたバスが急停止したら、みんなの体は前にこうやって突き、なんていうかね、突き動かされるのと同じようなイメージ。まあこんな風に、なんていうの、回転開始時、回転中、回転停止っていう風にね、毛の倒れ方が違うんだよね。まああんまり知らなくてもいいことだ。一応説明しましたけどね、あんまり知らなくてもいいことです。では前提、体の傾きの情報をキャッチ、半期間、体の回転の、情報をキャッチね、復習しておきましょう。